皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日はじゃ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 ん、フィッシャーズパークにやってきました。もうね、あのフィッシャーズパークにいろいろなアスレチックがたくさんあるみたいなので、今回は難易度が高いものもあるみたいなのは、ちょっとずつ頑張ってやっていきたいと思います。それではレッツゴー。フィッシャーズさんのバスがある。じゃあちょっと乗っていきましょう。おー、こっからアスレチックの場所に行ってきます。え、めっちゃ楽しみ。はい、じゃあまずは簡単そうなキッズエリアからやっていきたいと思います。私、運動神経がめちゃくちゃ悪いんで、まずはここから慣らしていってから難しい方に行きたいと思います。はい、じゃあスタートはこっちか。はい、じゃあヘルメット着用します。はい、じゃあ行ってきます。リクさんの挑戦です。3、2、1、スタート。はい、じゃあまずはここを登っていくんだね。え、ちょっと待って、めっちゃ緊張する。怖いんだけど、運動神経悪いから。え、怖い、待って、行きたいけど心の準備がちょっと待って、怖い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 。うん、分かる分かる分かる。ちょっとなのに、よいしょ、あ、行けた。それで、あ、ここ行くんだ。え、怖い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 。ちょ、待って、難易度高くない、キッズ。え、行けるか。これスピード速くしないと無理だよね。怖いよ。よし、大丈夫、行ける、行ける、行ける、大丈夫、行ける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 。待って、足が動かない。あ、これの方が楽だ。はいはい、よかった。めっちゃ時間がかかる。え、これ普通に渡るんだよね。で、このまま行く。下落ちたらダメなやつだよね、これ。よいしょ、あとちょっと。待って待って待って、無理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 。よし、もう危ねえ。待って、後ろの人が待ってるから早くしないとね。よし、きつい。レベルが高いのでちょっとリタイアします。これ小学生だよ、すごくない？中学2年生の私でもできないもん、やばい、レベルが高いね。でもまたね、今度来てリベンジとかしてきたらいいね。はい、じゃあ残念ながらリタイアします。で、今からちょっと難易度が高めのところも見てきます。どんな感じなんだろうね。はい、じゃあ難易度が高めの大人のアスレチックのところに行ってみたいと思います。どんな感じなんだろう。こちら結構難易度が高めのアスレチック、もう無理そうで、見てるだけでやばいね、すごい。
うわーすごい。こっからスタートでこう行くんだ。やばくない？ちょっと無理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 。すごい難易度高いよね。やばくない？あれ家じゃん、家。ほらすごい。やっぱりね、なんかフェスターズっぽいね。今回は新しくオープンするフィッシャーズパークに来たんですけど、めっちゃね楽しかった。でもね、難易度が高くてちょっと私運動神経悪くてリタイアしちゃったんですけど、まあめっちゃ楽しくできました。アスレチック好きの方概要欄にリンク貼ってあるので、ぜひ見てみてください。で、あのキッズの方もまた来てリベンジしたいなと思ってます。はい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。